国民政党でいろんな人の意見を聞いてそれの上で決めるときは決めるっていうそういう政党なのですごく多様性を認めて右から左まで包容力のある政党っていうのが自民党の良さだったんですよね今もあのやっぱり本質はそうですね、はい。はいうん